今回明らかになったのは地下1階と2階および地上2階と3階に入居する店舗ですもゆく札幌運営事務所によりますと地下2階は飲食フロアとなる予定で北海道初出店のビアバーやそば店など合わせて8店舗が入りますこのほか地下1階には動産食品を扱うセレクトショップが入り地上3階にはソニーストア札幌が移転オープンします ゆく札幌は7月20日にオープン予定で来月中旬には地上1階フロアの店舗も発表するということです。